に挑戦するというチャンスを得ております。両方の共通の相手といいますとファングスマン、あのドミニカの英雄と言われて具志堅が見事な試合でノックアウト勝ちでタイトルを取った元チャンピオンのファングスマン、この選手とゴメスキー、こういったところが主なところです。グスマンには7ラウンド KO 負けを喫していますこのアナセト・バルガス。さあ具志堅がこの辺でそろそろボディを攻めてくるでしょうか。手元のグニさんの採点をご参考までにお伝えしますと、これまでのところ具志堅がワンポイントリードを取っています。左のアッパー、右のフック、右のフックは空振りです。右のジャブから左のアッパー、右のストレート、さあ具志堅の多彩なパンチが出始めました。右のストレート、バルガスは手が出なくなってきました。だんだん手が出なくなってきました。切りましたね。ああ目を切りましたか。どの辺でしょうか。ちょうど額ですか。額ですね。目と目の間ぐらいですね。鼻に血が流れてきました。具志堅の額についているのは返り血でしょうか。返り血ですね。となると頭が当たったということになりましょうか。だいぶ血が激しく出ています。ちょうど2件打ってますかね。具志堅がずっと詰めていきます。バルガスは相変わらずの大振り。1ラウンドからこういう体勢、少しずつ下がるバルガス、追っていく具志堅、今の2ノックいいことですよ。2のストレート、今のを返します。バルガス2のストレートもちょっと届かなくなってきた。バルガス、具志堅がじっじっと差を詰めていきます。周りを詰めていきます。やはりあれですね、あのバルガスがパンチがちょっと荒れてきましたね。はい、口を開ける回数もだいぶ連続してきました。バルガスボディを抑えます。具志堅左のストレートダブル、具志堅が少しずつ優勢に立とうとしています。右、そして左、バルガスが抱きついています。右を完全に封じられた感じのバルガス、ちょっと苦しい試合運び、ボディブロー、チャンスですね。左のダブル、左のアッパーを軽く突き上げる。ああ、本当に具志堅にエンジンが変わってきましたね。本当ですね、はい、いよいよエンジン全開という感じになってきました。相手のパンチをブロックして、ね、もう疲れてきましたね。バルガス足が少し乱れます。足も持ちましたね。具志堅チャンスです。ボディーブロー、はい、あーボディー上がっている、ボディー上がっている、ボディーアッパー、左のの猛攻をちょっと見てみましょう。ミスをしてもとにかく何回でもパンチを出す、これが具志堅の良さです。完全にコーナーに陰付けにしました。額の傷のところに真っ白に薬を塗って出てまいりました。ようやく具志堅のボクシングになりました。やってきましたね。具志堅のこの白いトランクスの前が血で真っ赤に返り血で染まっています。塗りすぎ、これはバセリンの塗りすぎということですか。取られました。具志堅がさあこれから一つチャンスを迎えてどういうふうに攻めてくるか、じわじわっと前へ出ようとしています。ここで一気に先ほどのチャンスの続きということでいくかどうか。左の軽いアッパー、左のフック、左のアッパーボディ、白井さんのボディはなかなかやりいいようですね。今なんかね、はい、相手がカウントだったんですけど、その、 上を行ってますからね、やはり考えいいんですね。そうですね。具志堅の左右のパンチ、サードストレート、ボディブロー、もう一発、バルガス足が止まる。具志堅しかし慎重に攻めていきます。なかなか慎重に攻めていきます。打ってますね。左のストレート、これは二度続けました。右のストレートで相手のパンチを避けておいてからまた左を出そうという具志堅です。右のストレート、カウンター気味、左のアッパー、右の軽
軽い服が顔面に当たりました。アッパー気味に当たりました。じわっじわっと前出る具志堅です。まさに獲物を捕まえる冠鷲のように前へ出ていきます。バルガスの顔面がまた赤くなってきました。相打ちになった。ボディにパンチが当たりました。腫れてきました。小さなパンチ、小さなパンチで具志堅攻めます。右のアッパー、右のストレート、フィニッシュへ持っていけるか。ボディから顔面、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 ボディから顔面。もうちょっと踏み込んでいればフィニッシュプロになったでしょう。まだチャンスが続くと左のアンパー、ボディーブロー、右は当たりました。左のアンパー、上下、上下、左右、右の2番手のボディーに打った。顔面に左、右の2番手、左のアンパー、右のアンパー、いい猛攻ですね。すごい猛攻、打ち返されています。打ち返されています。ボディーに打つ。バルガスも頑張る。バルガスも頑張っています。いい試合になりました。一心になって耐えています。打ち返の猛攻、バルガスピードがなくなった。ここでゴング、第10ラウンド軍事さんの採点、また10対8と具志堅が取りました。さん、私ども放送席も随分血を吐きましたね。ひどいですね、この血は。相当な血が飛んでいます。ご覧のように左の眉毛の目頭の上のあたりだいぶ切りました。挑戦者アナセト・バルガス、11ラウンドに入りました。13ラウンドまで蹴りをつけると言っておりました。具志堅陽光サイド、さっきの猛攻をそのまま続けていくか。11ラウンド、また同じ場所、また同じ場所です。分かりました。左、すごい音がしました。右のアッパー、バルガスの右で反撃ですが、たった一発、右一発ぐらいのパンチを上げていますバルガス。ものすごい位置です。左のストレート、今度は自分のコーナーへ詰まったバルバス。具志堅右、左のアッパー、左のストレート、右のアッパー、ボディーブロー、ボディーブロー、右か、左のストレート、顔面に、ここで3連カウント、3連カウントです。ファイティングポーズを取るか。試合続行です。バルガス左右のパンチを振りますが、すぐにまた具志堅に打ち込まれます。参りましたね、参りましたね。完全にボディーブローを打とうというところです。具志堅左のアッパー、バルガス倒れませんね。打たれながら頑張ってますよ。でまた気を狙ってですね、具志堅もラウンド3つ続けてですが、ちょっとやっぱり疲れましたかね。気づかれですね。あ、そういえば今ちらっと見えた具志堅の顔は引きつっています。左ストレート、左ストレート、2度目のスタンディングカウントです。2度目のスタンディングカウント、ブロッキーですね、ブロッキーですね。時間はまだあと1分からだ。具志堅のスピードさすがになくなってきました。具志堅のパンチにもさすがにスピードがなくなってきた。もうこのラウンド何十発打ったでしょうか。完璧できないようにしましたからね、しましたからね。またボディーブロー、左フック顔面、よく耐えましたね。よく耐えています。耐えてますよ。具志堅の猛烈なパンチによく耐えています。しかし足がもうフラフラしています。バルガス
ゴング、バルガス耐え抜きました。ユンジさんの採点はとうとう最高の10対7という差が出ました。11ラウンドです。試験の猛攻、まあ、スローモーションではその本当に一部、何十分の1ぐらいしか見ていただけませんが。